いや、あいつはやっぱりそういうとこまでこだわってんだ。人生の中での本当の友かもしれないね。こっちからするとありがた迷惑だよ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ジョーチャンネル始まるよ。はい、みなさんこんにちは、ジョーチャンネルです。今日はカーブちょっと待ってよもうちょっと待ってこれ俺完全に見てないもんね見てないのこっちも見ましたけども、うん、なんかやられてるなと思ってそれで行くのかなと思って本当に最低だねもうもう自分の聞こえて一生懸命になっちゃってもうね周り見えてないのよもうお願いしますよすいません、はい、よろしいでしょうかいいよ、はい、今日は川口吉勝さんとの出会いをお話しいただきたいなと思いました吉勝、はい、あ吉勝で出会いか出会いはうーん一番最初にこう会ったのっていつなんですか。あ一番最初に会ったのはマッチングアプリですね違うねちょっと言い過ぎちゃったね今ふっとねなんかね降りてきたね降りてきたねごめんごめんもうスタッフ大爆笑でごめんごめんそう変な汗かいてきちゃったごめんね吉川の出会いねそう出会いはね中学生の頃だね。あ中学生の時そうこれはあの年代の代表とかですか。年代の代表じゃないんだよね実は、うん、俺まあ以前にも話したかな俺名古屋にね、はい、中学校1年生の頃に転校して、はい、まあそこでサッカーをやってたんだけどでどうしてもやっぱりあの当時ねやっぱり静岡選抜って 3S って言ってね、はい、SSS っていう 3S っていう選抜、はい、チームは日の丸をつけてねこう、はい、プレーができるそのウェアにね、はい、そういうのがあったの、はい、レベルがやっぱり高いから、はい、だからそのね名古屋にいたんだけどセレクションを受けに行ったの静岡の、はい、やりたくて、はい、で行って一次セレクション行った時に、はい、ゴールキーパーで川口が来てたそこが初めて あそうなんだそう初めての出会いそれで一次受かって二次行って3時ぐらいまで行ったんだよね、はい、俺ねそうで3時ぐらいまで行ったらやっぱりだんだん人数が減ってきてそこからすごく吉勝と仲良くなってそれで結局それで俺はダメだって言われたの結局3時まで行ったんだけど、はい、そうお前名古屋の人間だろと愛知だろと愛知選抜だろとでいやそこまでだったら最初から言えよって話なんだけどそれで結局ダメだって言われてで俺は愛知県の選抜の方に頑張って出ることになってそうそうそうそこが一番彼との一番初めての出会いあの当時から超イケメンだったからねやっぱり甘いマスクしてますもんね甘いマスクしてさ髪の毛パーンってやってねでボールキャッチングこうしたら必ずこう自分の形見てねこうやってね綺麗にこうやって飛べてるかとかねそういう選手も本当にその当時からそうだったそうだ、うん、本当そうオッケーってキャッチングこうした時にこう自分の形見てね俺かっこいいかなみたいないやいやそうだよ本当に本当ですかいやあいつはやっぱりそういうとこまでこだわってんだからこだわって華麗にやっぱりこう綺麗にキャッチングできるかとかそういうことをすごくこう追求してる選手だったからでも中学校の時はやっぱりずば抜けてたのその反応とかジャンプ力とかやっぱすごかったで彼はそうそのまま多分選抜に入ったんでね、はい、静岡のねで俺は愛知の方で入ってそれでしばらく経った時に中3の時かなもう そこから会ってなかったの、はい、で中3の時にまあ日本代表その年代の、はい、まあ俺たちは一番下で入るんだけど、はい、その年代で呼ばれてそれで吉勝とまた再合流ってもちろんさんその時は鹿児島ですよね鹿児島うん鹿児島で今鹿児島にいるんだみたいな話になったわけですかうんだけどねそんな話は何もなかったような気がするなあでも久しぶりみたいなそうあのね千葉のケミ川って言ってねケミ川グランドって昔はこうあって寮とかもいっぱいあったんだけどそこに集合してねそうだから俺は鹿児島から出てきて吉勝と再会するっていうねでまあいろんな話しながらまあいろいろやって最終メンバーまで残ってね、うん
だけど俺たちは一番下の年代だったから、うん、もう本当吉勝とはもう苦労話しかない俺たち。あ、そうですね、そう皆さんはもう本当にこう俺たちはなんかこう華やかで、まあそうですね、各年代こうね、はい、出てきてるから、はい、すげえよなとかエリートだよねって言われるけど、そんなことは全くないから。もう俺たちは本当にもう当時はすごい先輩後輩も厳しかったし、はい、で上の年代とねやんなきゃいけないから、やっぱり実力的にもやっぱりなかなか難しくて、試合にあんまり出れなかった俺たち、うん、出れないし、だからそうなると本当にこう練習だけやってとか、で練習終わった後大変で、今は多分各年代あの用具係とかそういう、こう人たちがついてるんだよね、うん、これもどうかと思うんだけど、今のついてるのだ、ユニフォームとか練習着とか集めてそれを選択してくれる人だったりとか、またセッティングしてくれる人いるのよ。俺たち当時いなかったから、自分たちですね、自分たちの。でも結局やっぱ先輩後輩があるから、俺と吉勝が一番下の年代で2人しかいないから、だから俺たちはツタ袋つってね、すっごい大きなねこんな袋があるんだけど、それを先輩のところに各部屋行ってそこに全部入れてもらって、それでコインランドリーまで吉勝と2人で行って、で俺たちが回して、で最後畳んで皆さんのこうとこに全部置くっていう、毎日だよ。大変ですね。大変だったよ本当に。で俺も忘れもしないあれだな、香港遠征に行ったの、はい、その時にそうやっぱり選択肢に行かなきゃいけなくて、はい、で全然わかんないじゃん、言葉もわかんないし、はい、だけど2人で探してさ、はい、でこうやってやってコインランドリーかけてね、はい、でやったらさ、吉勝を嬉しいことにさ、俺その時誕生日だったのよ、はい、そう少女誕生日だよな、おめでとうって一言言ってくれた、あのコインランドリーでね、二人でね、もんもんとしながら言葉を待ってた時に言われた言葉を覚えてる、はい、そう嬉しかったね、あの時はね。だけど俺たちも頑張ろうぜって言って、絶対にもう上に行けるようにやろうなみたいな話はしてた、そうだから俺たちはまあそういうこう経験もしつつ、だけど欲があったから、はい、絶対に俺たちももっと上手くなりたいとかっていうのを2人でよく話してて、うん、だから切磋琢磨できたのかなっていう気もするし、でその後に高校サッカーね、一緒になるっていう感じだから、そうなんかその一緒の時になかなかこう上の世代試合には出れないけども、うん、2人でこうシュートして川口さんがこうとかの練習とかしたんですか、2人で。しないよ。そういう対決っていうか、そういうのはしなかったんですか。だってね、そういうのって結局ね、練習当時はもう練習やって、そう自主練みたいにあんまりやらせてもらえなかったの。あ、じゃあもう時間で区切れる、もう区切って、でそしたら俺たちもう用具片付けなきゃいけない。あ、そっか、ボール運んだりさ、はい、その水運んだりさ、はい、あとクーラーボックスに氷と取り行ったりとかしなきゃいけないか ら、うん、だから俺たちはもうすぐ終わって、もう全部する。あ、そういうの。だって本当全部やんなきゃいけないの。あ、荷物を運ばなきゃいけないし、出発の30分前に必ず俺と吉勝で大きなクーラーボックスを中、まあ、ホテルとかね、それとも厨房にお願いしに行って、氷くれませんかっつって氷入れてもらって、それを運んで置いとくとか全部しなきゃいけない当時。だから俺たち本当大変だったと思うしね。そう、そういう環境の中でも、でもまあ2人だったからよかったのかも。俺1人だったらもう超めげてると思う。でも2人でそそそしながら、俺たちは絶対やってやろうぜみたいなのがあったから、だからあいつともこう一緒に上に行けたのかもしれないね、うんうん、ジュニアユースの時に2人で行って、うん、でユース行ってね、はい、でオリンピックだからさ、確かに。だからすごいこう歴史が深くてね、うん、であいつはやっぱり本当にいいナイスガイだから、うん、本当に純粋だし、そうお母さんもすごい人なんだよ。あ、そうなんですか。吉勝のお母さんを、吉勝くんって可愛がってね。あ、そういう感じなの。そうだよ、本当に。うちの子とは全然違ったんだよ、本当に、ね、吉勝を大事にすごくする人だったね。吉勝は本当人生の中での本当の友かもしれないね。あ、うん、ぐらい、うん、ある意味こうポジションは違うし、あれだけど良きライバルでもあるし、うん、そうでも良き本当にこう親友というか仲間というかね、はい、うん、そういう気がする、うん、小さい時から知ってるしね。まあそうですよね。そう、うん、でも高校サッカーでは負けたからね、果実がね、うん、PK で吉勝に全部おいしいとこ持ってかれて、ね、あ、おいしかったですけどね。いやー、俺マジかと思ったの、あの時ね、うん、4人目のね、うん、やつが外してさ、うん、それでそう
まあ、5人目は俺だったんだけどね、そう、もう鼻息荒かったもんね、あいつってもう一本止めてるからさ、もう大スターだもんね。まあそうでしたね、うん、もう特に各層でしたね。いやそうだよ、選手権はだってさ本当にね、え、せんでしたもんね。さ、もう学校応援みたいな来るじゃん、ね、みんな、はい、ね、うん、そしたらさ、向こうはさ、男女共学だからさ、うん、もう女の子がこうやって祈ってるわけだからね、うん、そう、よし勝つとかって言いながらさ、で、片やさ、かりじみたらさ、じゃーってさ、おはようだおはようだみたいな男子校だからね、そう、まあだからあいつは花があったよ、うん、やっぱりこう、まあ対照的でしたね、本当にね。いや、対照的言い過ぎでしょ、いやいやいや、いやいや、なんかちょっとね、うん、爽やかな、こう、真ん中上げの、そうですね、やっぱちょっと坊主にしなきゃいけない高校のっていうね、うん、まあね、まあ、僕はでも果実応援してましたよ、やっぱり。あ、本当、やっぱ男はね、僕も男子校なんで、うん、やっぱちょっとあの黄色い声援がね、うん、ちょっとっていう思っちゃうんだ、思っちゃうじゃないですか、ちょうど。あ、そうそう、でもね、こっちからするとありがた迷惑だよ。ああ、ひどいな、モテたいと。いや、でも本当ね、ありがたいんだけど、やっぱ男の男性の、そう、でも男は多いのは、なんかそういうあれもあったと思いますね。寄れなかったと思う、果実は、うん、丸刈りにして、うん、でね、黒い、そう、あのジャージとか黒だった、はい、で、タツノオトシゴがね、うん、入って、ね、おじゃーおじゃーとかって言ってるから、うん、だから女性多分近づけないと思うんだよね。確かに、そう、うん、思うよ、そう、なんか、そうなんですよね、なんか坊主だと、なんか、うん、かっこいいかかっこよくないかもわかんないじゃないですか。なんかの、うん、みんな髪の毛伸ばしてると、男前だったんだなっていうのがありません、なんか、ちょっと若干あれかもしれない、ね、でも吉川さんも中学校の頃からかっこいいから、かっこいいですね、もうとにかくかっこいい、本当にかっこいい。俺も女子だったらもう超好きになっちゃう、うん、うん、確かに人気ありましたよね。そうだけど、あいつはね、うん、あ、もうこれ言わない、これ言わない方がいいね。でも吉勝もね、はい、今ね、代表の代表のゴールキーパーで指導してるから、うん、はい、だから本当現場で会うとね、はい、あいつ本当にウォーミングアップ中でも来るのよ。ああ、いいですね。来て俺のところにこうグータッチしていくわけよ。で俺も頑張れよって言うんだけど、うん、吉勝今ウォーミングアップ中だぞっつって来てもいいけど来るなよ来るなよっつって言いながら、そう、でも本当にそのぐらいなんかこう、いいですね、うん、なんかね、あれしてくれてるしね。まあ、だからちょっとどっかでもね、はい、まあ、ちょっと落ち着いた ね、期間が、そうですね、ちょっと空いたらね、吉勝もちょっと来てもらって、はい、そうですね、ぜひね、PK 対決やってもらいたいですね。あ、PK 対決ね、おい、でも PK 対決は俺うまいからね。いや、今は分かんないですけど、いや、マジでうまいよ、PK は、うん、俺なんか、なんか止めれるかもしれない、ね、止められるかもしれないでも吉勝は、まあそうだね、あいつもまだすごい、本当にコーチでやってるから、まあそうですよね。もうこの間も見たけど、本当に逆に痩せすぎちゃってて今、あ、筋肉も落ちて、そう、ちょっと落ちてきてて、でもキックもしてるから、だからちょっとね、うん、あいつ呼んでさ、なんかやりたいね。そうですよね、うん、でもまあ、でもジョーさんのシュートもね、ちょっと僕もついこの間見ましたけど、うん、やっぱびっくりしましたね、本当にスタッフにあんまり言ってないんですけど、うん、本当に早かった、うん、ちょっとある高校のね、あ、そうだね、僕が一緒に同行させてもらいましたけど、うん、もうびっくりしました、本当に。一応ね、サッカーやってたからね。いや、でもそれでも本当にびっくりしましたね。うん、まあ、何かとは言いませんけど、びっくりしました。とにかくシュート早かったですよ、本当に、まあ、そうね、これが代表なんだなって。そう、でも今でもだって130キロぐらい出るからね、実は。いや、もう本当にバーンって言ってたら、ズバッと入ってもらうんですよ。でも現役の時は、そう、まあ、最後の方かな、135、5、6キロかな。うん、でもこの間やったら131キロぐらい出る。ああ、やっぱりまだそうですね、うん、まあ、キックとかさ、そういうのがまだね、動けないけどね、うん、うん、だから OB 戦とかもね、はい、ちょこちょこ呼ばれてさ、はい、最近なんかもうやりたくねっつってんだけど、はい、そうやってくれって言われてね、ちょっと出たりとかさ、うん、まあでもちょっとね、動けるところを見せてもいいじゃないですか。まあだけど太ったけど、はい、俺ね、動けるからね、あ、思ってる以上にね、オーバーヘッドとかやっちゃうから、お、まだ未だにやるやるの、なんかね、もう感覚がもう研ぎ澄まされちゃってるから、やっぱもうちょっとこういうボール来たらやっちゃうのよ、やっちゃうんですね、やっちゃえみたいな、やっちゃいますよ、また始まったね、始まった、始まった、そう、まあということでね、まあそうですね、まあでも吉勝は本当にね、はい、俺の本当大親友でもあるし、本当に良きライバルでもあるし、はい、人生の友という形で、ぜひね、また吉勝も、そうですね、ゲストに来てもらってね、はい、ぜひ吉勝またお話しましょう。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。